自衛隊のヘリコプターに向かって今合図をしました。そして隊員が今一歩一歩しっかり、そしてゆっくりと屋根を伝いながら今2人の被災者、そして2匹の犬の元へと近づいていきました。その距離はもうなくなりました。まさに救助が行われています。女性のすぐ近くに到着した自衛隊員、何やら声を言葉をかけているんでしょうか。女性の手元には一匹の犬がしっかりと抱きかかえられています。これからこのヘリコプターを使って一人ずつということになるんでしょうか。救助が行われます。まだこのお二人が安全な場所に確実に移動されるまでには少し時間がかかるのかもしれません。あ、落ちる。しかしこの二人には大きな希望、そして安心が今到着したということになります。今上を確認して、救助活動のためのこれは作業を行っているんでしょうか。あ、これはアンテナですね、はい、屋根の上に、設置されていますアンテナを何やら自衛隊員は確認しているようです。救助に向けた今現場での現場の作業が行われています。パラボラアンテナを今自衛隊員が手をかけてこの辺り安全確保をしているということになるんでしょうか。この辺りもともと住宅街があったと思われます。すぐ向こう側にも白い建物が見えています。そしてこの辺りはですね